こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。1月31日、テンバーアカデミーサポート動画です。まあね、年が明けたと思ったらもう1ヶ月終わりました。でね、まだアマゾンの FBA 始まってないんですけど、まあ FBA、オーストラリアアマゾンの FBA が始まったらね、まあ最初はダイソー商品を送るという形で、まずは対応します。でね、今もうダイソー商品 かなり新製品の開発早くなってて、毎月500点新商品出してます。でね、えー、観光客が多いところと、えー、そうでない、まあ、日本人相手にしているところ、まあ、品揃えが全然違いますし、えー、同じね、えー、まあ、逆に近所にダイソーが何件があった場合は、その、それぞれの店ごとに、えー、全然違う商品が置いてある傾向があるんでね、えー、何点か、まあ、回れる範囲にある方は、回ってみることをお勧めします。 まあ、オーストラリアが始まったらね、入れるのはもちろん、えー、単品でも、あるいはセットにすればね、えー、アメリカ、アマゾンで儲かる商品もね、まだまだ見つかりますんで、まあちょっと商品見に行ってはいかがかなと思います。まあ、ただね、えー、アマゾンセラーアプリだと、もう商品の、えー、出てくるスピードが速いのと、えー、だいたいね、同じ製品に見えてもジャンコードがね、えー、注文のたびに変えてあるケースが多いんで、なかなかヒットしないです。 だからね、ある程度ダイソーでどんなも売れてるか、えー、アマゾンのところにダイソーとか検索してね、調べてから見に行った方がいいかなという感じです。あと、3、4年前まではね、えー、ほとんどどの100円ショップもね、似たような商品だったんですけど、今はっきりとダイソーだけはね、えー、ちょっと他とは違ってます。というのが、ダイソーの商品は基本的に、えー 日本語だけじゃなくて、英語表記、あるいはものによっては中国語表記、韓国語表記、えー、要は日本人向けじゃない商品がかなり多いです。一方ね、c a n d o とか Seria はほとんどが日本語だけなんで、まあね、パッと見て、まあ、商品の使い方がわかる商品はいいんですけど、そうでない商品とか注意書きがある商品についてはね、Candoo とか Seria だと、 まあちょっとね、えー、何か紙かシールでその注意書きとか、えー、つけなきゃいけない、めんどくさいということもありますし、新商品の、ねえー、出てくるスピードが全然違うんで、まあ、商品探しはダイソーでやった方がいいのかなという感じです。ね、まあ、ダイソー、ダイソーとダイソー越しですけど、やっぱりね、今いろんなとこ見てて、まあ、ダイソーほどやっぱ割安に商品売ってるところもないしね、商品もたくさんあるんで、えー、オーストラリア早く始まんないかなと。 いう感じです。まあ、ダイソーね、えー、商品であれば、まあ、かなり安いんで、まあ、単品あればセットにして、まあ、オーストラリアマゾンで初期の頃ね、えー、結構稼げると思いますんで、まあ、オーストラリアマゾンの FBA の開始を楽しみに待ちましょう。また、ご質問等ありましたらお待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。